今日のロンドンスタジアムはサッカーにはもってこいの天気に恵まれました。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。イングランドプレミアリーグの開幕戦、ウエストハムユナイテッドがマンチェスターシティと戦います。この新シーズンの幕開けの雰囲気は何度味わってもいいものですね。サポーターも久しぶりのリーグ戦に興奮を抑えられない様子です。ここで勝ち点3を獲得し、シーズンの好スタートを切るのはどちらのチームになるのでしょうか。ロドリゴ、デブライネ、デブライネ絶妙のスルーパス、スターリング、さあどうだ。ボールは相手に渡りました。スターリング、クロスを上げたい。ベルナルド・シューバー、キーパー見事に止めた。ここはボールを奪いました。ここで試合終了ですが、サポーターは収まらない様子です。福西さん、これはレッドカードの判定に対する抗議でしょうか。おそらくそうでしょうね。あの退場が結果に影響したのは明らかです。まあ不満に思うのはよくわかりますが、選手自身に責任がありますから。試合開始を前にしてスタンドからは歓声が上がっています。エティハドスタジアムへようこそ。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。プレミアリーグのこの一戦、マンチェスターシティがトッテナムホットスパーと戦います。試合前にはどちらの監督からもこの試合への自信が伺えました。おかしくない場面でした。うまくボールを奪った。ボールをしっかりとキープ。パスを出した先は相手の選手、ラヒーム・スターリング、ダビド・シルバへ、アグエロ、ロドリ、絶妙なパス、ベルナルド・シューバー、ベルナルド・シューバーが決めた。この人ならではのゴールでしょう。結構な距離を独走してからのフィニッシュ。スペースを与えすぎるとこうなるんですね。与えられます。ショートコーナーだ。ベルナルド・シューバー、オタメンディ、決まった決まった、ゴールです。このゴールでマンチェスターシティのリードは2点に広がりました。デブライネ、引いてリードを守るのではなく素早くパスを回しています。フェルナンジーニョ、シルバです。マンチェスターシティサイドをつけそうです。アグアロ、マンチェスターシティが決めました。試合の内容も傾いていたと思いますが、このゴール、得点の開きも大きくなりました。ええ、チームに力の差があるのは一目瞭然です。ちょっとワンサイドになってきましたね。決めてチームの勝利に貢献しましたね。得点ランキングを順調にリードしています。試合開始を前にしたスタジアムには独特の雰囲気が漂い始めました。バイタリティスタジアムへようこそ。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。プレミアリーグのこの一戦、ボーンマスがマンチェスターシティと戦います。それぞれ得意とするスタイルはあるでしょうが、いかにその形に持ち込むかが鍵でしょうか。ボールを奪われました。デブライネ、これ来た、デブライネ決まった、
積極的にボールを取りに行った甲斐がありましたね。チーム全体でプレッシャーをかけて見事にボールを奪い返しての得点です。ここまで相手を圧倒する試合展開となっています。チャンスシーンを多く作っていますね。完全にゲームをコントロールしています。この角度からも見ましょう。残り時間は多くありません。点を取りに行きたいマンチェスターシティ。ボールを試合は引き分けで終了です。福西さん、接戦でしたね。スタジアムはすでに大歓声に包まれています。エティハドスタジアムへようこそ。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。プレミアリーグのこの一戦、マンチェスターシティがブライトン&ホーブアルビオンと戦います。なかなか面白いカードになりましたね。どちらのチームもいかにして主導権を取るか考えているでしょう。シルバが行きます。ダビド・シルバ、絶妙のスルーパス。キーパーとの1対1でしたが難なく処理されました。非常にもったいないですね。あの位置からなら入っていてもおかしくなかったですよ。ラヒーム・スターリング、走り込む味方にアグエロのスルーパス。デブライネが決めた。やはりといったゴールです。ここは至近距離からゴールを決めました。これが基本ですね。よく詰めていました。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。狙って蹴った。このクリアは小さい。バルグ、ボールは相手に。デブライネ、絶妙のスルーパス。前線からプレッシャーをかけよくボールを奪い返しましたね。チームとしてボールに迫り相手のミスをチャンスにつなげた素晴らしいプレーです。最初のチャンスを見事得点につなげました。いい攻撃でしたね。はい、メンディ、ここは引いています。相手を誘っているのでしょうか。マークレズが決めた。やはりといったゴールです。さらに得点も追加しました。圧倒的ですね。相手の集中も切れたかもしれません。まだまだゴールが生まれそうですよ。この角度からも見ましょう。雨のスタジアムでは悪天候に負けじと声援にも熱が入ってきました。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。お送りするのはプレミアリーグの一戦、ノリッチシティがマンチェスターシティと戦います。試合前にはどちらの監督からもこの試合への自信が伺えました。どんな作戦を練ってきているのか、この後じっくり見ていきましょう。今日の試合、ここのホットラインからことごとくチャンスを作っています。なかなかのプレスです。ボールを取り返しました。取った、打ちたい。さあどうする。ゴール。相手にプレスをかけ続け奪ってから見事に得点しました。素晴らしいプレーです。素晴らしいゴールが決まりました。狙いすましていましたね。見事なコントロールです。
違うアングルから見てみましょう。ベルナルド・シューバー、この試合はまだまだ分かりません。エメリック・ラポルト下がっています。カウンター狙いでしょうか。パスをサイドに送ります。ジェズス、スペースに見事なスルーパス入った。ボールはゴールの中へ。さらに追加点を決めました。両チームの力の差がはっきりとスコアに現れています。決めましたね。やはりキャプテン頼りになります。こういう場面で決めてくるあたりがさすがですね。別の角度からご覧ください。イルカイ・ギュンドアン、試合終了となりました。今日はやはり力の差がありましたね、福西さん。そうですね、埋めがたい戦力差がありますから。この試合は堅守のマンチェスターシティが勝利を収めました。相手を0点に抑えた堅実な勝利ですね。あの守備をこじ開けるのはなかなか難しいでしょうね。スタジアムは素晴らしいコンディションになりました。今日の舞台はシティオブマンチェスタースタジアムです。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。この試合はチャンピオンズリーグのグループステージ、マンチェスタースティがオリンピックリヨンと戦います。この初戦からチャンピオンズリーググループステージの長い戦いが始まります。ホーム戦は必ず勝ち、アウェー戦は引き分けに持ち込む。そう心がけていれば次のラウンドへの道も自然と開けるでしょう。セルジオ・アグエロ、こうしてチャンピオンズリーグのグループステージが始まりましたが、したこともあります。力のある選手を獲得していますからね。ウェファーチャンピオンズリーググループステージ第1節前半のキックオフです。さあどんなドラマが生まれるんでしょうか。こちらがマンチェスターシティの先発メンバーです。今日はウイングを置く一般的な 4-3-3 です。中盤の技術がポイントになりますね。デブライネ、ロドリゴ、カイル・ウォーカー、中にはアゲロ、入った。先制点、早くもスコアに動きがありました。よく押し込みましたね。最高のコースを狙いました。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。あの有力チームだと思います。気は抜けない展開です。ロドリゴ、デブライネ、
カイル・ウォーカー、ジョン・ストーンズ、ダビド・シルバー、スターリングへ渡る、アグアロ、ダイビングヘッドでゴール。これはもう自信にあふれているという様子がうかがえます。別のアングルからご覧ください。残り時間が少なくなっていく中、チームは相手をリードする展開が続いていますね。はい、さすが試合巧者のマンチェスターシティです。ギュンドアン入った、ゴール決まった、マンチェスターシティ。このゴールでさらに勝利に近づきました。完璧な試合運びですね。相手を終始圧倒しています。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。さらに点差を広げたことで繋がったと思います。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんもお迎えしています。プレミアリーグのこの一戦、マンチェスターシティがワトフォードを相手にします。この空気感がたまりませんね。僕も選手だった頃はキックオフ前の時間が一番緊張しました。マンチェスターシティのスローイン、カイル・ウォーカー、フェルナンジーニョ、何を狙うのか、ジェズス、勝ち越しゴールなるか、ゴールだ、決まった、マンチェスターシティ。素晴らしいゴールをもう一度ご覧ください。飛んだコースが良かったですね。あれはキーパーもノーチャンスです。別のアングルからご覧ください。できればリーカイル・ウォーカー、ガブリエル・ジェス、デブライネ、狙える位置です。フェルナンジーニョだ、チャンスにできるか。マンチェスターシティのスローインです。フィル・フォーデン、フェルナンジーニョ、ケビン・デブライネ、ジェズス、スペースへのボール入った、ゴール決まった、マンチェスターシティ。素晴らしいゴールが決まりました。狙いすましていましたね。見事なコントロールです。別の角度からご覧ください。エルナンデス、ゴール、1点差となりました。さっスタジアムは素晴らしいコンディションになりました。今日の舞台はオールドトラフォードです。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。一発勝負のノックアウトラウンドですが、この一戦はマンチェスターユナイテッドがマンチェスターシティと戦います。このボールはキーパーが取ります。デブライネ、ラヒーム・スターリング、デブライネ、シュート、このスターリング決まりました。先制点、ボールを支配し得点を奪いました。これまでもチャンスは多かったので当然かもしれません。
これほど見事にシュートを決めたのですから、打った本人も大満足でしょうね。そうでしょうね。今日のハイライトに使われそうですよ。リードを奪ってジョアン・カンセロ、デブライネ、マーフレズ、いい位置でしたがポゼッションが変わります。見事なインターセプト。マンチェスターユナイテッドがボールを失いました。ギュンドアン、ここでデブライネ、アグアロ、シュートをブロックした。マンチェスターダービーはシティが追加点を決めました。現在2点のリードを奪っています。このリードは大きいですね。ユナイテッドは何としても反撃のチャンスをつかみたいでしょう。これは不運でした。ディフェンダーに当たってオウンゴールです。しょうがないですね。飛び込まないわけにはいきませんから。今日のグディソンパークはサッカーにはもってこいの天気に恵まれました。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。リーニ、クロスをディフェンスがブロック。ベルナルド・シューバー、な、行くしかない。レロイ・サネ、入った、ゴール決まった。マンチェスターシティ、最後はキーパーも防げません。はい、自分でシュートを打ちに行く選択肢もありましたが、確実にパスを選択しましたね。監督も厳しい表情です。ここで同点ゴールが決まりました。これでゲームは振り出しに戻ります。